読み上げ動画、幕末維新の謎、第9回、括弧、全27回、幕末維新の謎、第9回、括弧、全27回、記事の読み上げ開始。黒丸、吉田松陰は、松下村塾でテロリストを養成して、近隣諸国への侵略主義を唱えていた。黒丸、高杉晋作は放火犯で、テロの実行を煽っていた。黒丸、西郷隆盛は僧侶を殺めた殺人者で、武装テロ集団を指揮していた。明治維新から現代に至るまで、薩長士官によって欺かれている歴史とは、どのようなものだったのか。薩長にとって都合が悪く、あまり表立って語られることのなかった歴史の真実とは。なぜ今、反薩長士官本がブームなのか。150年目に明治維新の見直しが始まった。そいつらの本勝手バカどもは、大概が龍馬を殺したのは薩摩だとかいうのを信じてる系。重工業への脱却による昭和の好景気が農業従事者との格差を生んだね。でも避ける方法あっただろうか。そして昭和維新へゴーゴーゴー、べきらの風痴に波騒ぎ、釜山の雲は乱れ飛ぶ。混濁の世に割れたてば義憤に燃えて血潮湧く。検問か網に汚れどもを国を憂うるまことなし。財閥富を誇れどもを社食を思う心なし。今までは薩長プロパガンダで洗脳されてきたからな。発言に根拠がないし示さないだろ。これが会津プロパガンダ、反日プロパガンダの特徴なんだよ。言いっぱなしが基本。江戸時代まで東アジアは儒教の国だった。でたらめこいてんじゃねえよ。バカ。チェストって別にそう聞こえないとな。実際の次元流の演武見ると、って感じで、そのようなプロパガンダはありません。あるのは会津プロパガンダと、反日プロパガンダです。吉田松陰なんてマジでクレイジーなテロリストで出世した明治の盾役者なんて甘っちょろいくらいだから、小早川も豊臣に、ひどい扱いされてるから、あの流れだもんな。しかも北の真所ねねは、小早川についた。あれも少年だったね。老快なおじいさんのイメージだけど。今度は昭和否定家、まんま原田伊織の左翼士官ジャンダブリュ。単純に、反日本、反安倍、本は売れにくくなってるからだろうね。聖徳太子を馬宿巫女に変えたり、軍艦島を悲劇の島として描いたり、とにかく過去にケチつけることを徹底的に繰り返してくるんだと思うよ。明治は身分をなくしているから民主主義に逆行は言い過ぎ。歴史は勝者がプロパガンダで改変するのを知らないの？太平洋戦争での旧帝国陸軍のずさんな作戦戦略を全く批判をしない国なのに、いきなり薩長批判するって、おかしいと思わないのかよ W。バカな国だな。LNG 利権で懐が温まるグループ。日本史の改ざんが目的なんだろうね。WGIP だな。これ、私は昭和ですって言いたいのかあんた翔。サピオって右翼雑誌だろ？長州と会津どっちを信じたらいいんですか？国賊というか、恥でしょ。会津若松藩の存在自体が。麻生一族のあの品の悪さは間違いなく部落出身ですよ。とにかく、私はさっさと移民したいのでね。そして老後は関ヶ原です。全国の原家には、ハイノリや朝鮮文化組織の犯罪行為を警戒するように伝えないと。もう結構伝わってるみたいだけどね。原家は仙台藩から福岡藩まで全国の主要な組織の上級武士をやってたからね。上級武士という言葉も幕末に薩長が作った言葉だからわざと使ってるんですが、至るところで養殖についてるからね。そりゃ裏切らないし、謀反もしないし、出所もしっかりしてるし、武田家と黒田家でコンバットプルーフも豊富に証明されてるし、学問にも秀でてるし、指揮官としても有能だし、原家はどこででも引く手あまたですから。原辰徳氏も間違いなく原家の血統ですね。あれ？現代日本の朝鮮人に汚染された国家では迫害されてるんですがね。日本のような国では敗者が作るんだよ。長らく会津プロパガンダが信じられてたの知らないのか？で、お前の言う改変とは？具体的によろしく。資料も添えろよ。薩長は家族なんて作ってる時点で民主主義に逆行したわな。そして薩長の明治維新を起こした奴らが家族になるというわかりやすさ。まんま朝鮮人が古代史にケチつけまくってるのと同じじゃん。まあ中の人は同じってことか。サピオはもう左翼です。ユダヤユダヤって会津巻き込むの勘弁してくれしょう。あれは、キーとか、キョエーとかわけがわからない。気合い入れの意味があるとされ。他の流派にもあるね。イスラム国同様、テロリストとバレた。もう死んで江戸時代で生まれ変われること願うしかないレベルだよな W。得た否認に生まれて豊かな感性とか言えるか知らんけど、徳川もちゃんと公爵になってるよ。司馬遼太郎が徳川嫌いでおなじみの大阪人だからますます加速したよね。坂の上の雲、とか言うけど日本のピークは間違いなく江戸時代だよ。明治以降はずっと坂を下ってる。否定してないよ。重工業脱却により、世界恐慌からいち早く立ち直った日本。で、そのために格差が広がり、226事件。知らん？懲罰を廃して。戦争にボロパイケだからな。結果がないと信用もないわ。自殺は2万人だ。2月3日に大幅に減った。古今東西問わず歴史は勝者が改ざんする。日本の歴史も常に勝者が歴史を改ざんしてきた。ついに旗色が丸くて多力な爆撃し始めたわ W。ワンパターンな連中だぜ。もいちょい正体隠せよ W。どっちを信じるかじゃなくて、反日プロパガンダと会津プロパガンダの嘘を見抜け。人間がやるんだから長州にも会津にも良し悪しはある。それを現代人が善悪の判断する必要はない。歴史を捏造してくる会津プロパガンダと、反日プロパガンダだ。コロンビア大学のビジネススクール、MBA は世界でも常にトップ10に入る評価を受け続ける名門です。具体的なデータを持たないために断言はできませんが、関東学院大学卒業でトップスクールの MBA 合格者は後にも先にも死だけではないでしょうか。入学にはトーフル、
GMAT の両試験でのハイスコアと強力な推薦状プラス自分の今まで築いてきたキャリアがどれだけクラスにコミットできるかをアピールする必要があります。ただ、他の方がおっしゃっているコロンビアのアルミニの推薦がいるということはありません。内容や推薦者にインパクトがあれば、特に卒業生に限定されません。また、入るのは簡単で出るのは難しいというのも大きな間違いで、トップスクールの MBA は入るのはめちゃくちゃ大変です。日本のエリートたちが数百万の予備校費を払って入学するところです。例えば、投資銀行で新興市場投資をして、その企業及び業界を育て、自社には雲仙億円の利益を出しましたというアプリカントや、元 NFL の QB でスーパーボウルに出場、その後チームの GM になりたくてなんて人たちが出願するわけです。市のキャリアを見れば、どのように入学されたのか、大人なら分かっていただけると思います。その逆が反乱利益なんだろうけど、例えば島原の乱をやった天草四郎次貞は、あれ悲劇のヒーローでも何でもなくて、キリシタンバテレンの記述、かっこ、鳩を出す、水の上を歩くなどを使って、自分がメシアだと演出して天草のドミンを騙した。破壊的カルトの首謀者に過ぎないからな。カタラマウコンや小西行長といったキリシタン大名は、領地内で神社仏閣を大量に撤去したり、鉄砲の火薬を手に入れるため、領民を南蛮の奴隷商人に売り渡しているし、この辺も日本カトリックのご利用しで意図的に隠されてる部分。安倍、政府、日本が嫌いイコール反社長。安倍、政府、日本が嫌いイコール左翼。安倍、政府、日本が嫌いイコール中間人。全く構図が同じ。まともな会津人はそもそも観光業者が温度取ってるの知ってるよ。隠されてるよな。下ってるとは何を根拠に？ピークが江戸なのも何を根拠に？朝廷と大名家系だけ残して後の旗本ラブ氏は潰しただろうに。どうも事実と異なる主張が多い。麻生は偽クリスチャン。不倫どころか二号さんまでいるゲスなクリスチャンなわけないからな W。バチカンに相当額寄付、かっこ、持ち税金、して、会談を実現しパフォーマンス。クリスチャンを偽装。そんなんことすんのハーカだから。実際麻生炭鉱は北朝鮮と日本を行ったり来たり自由にできる船を常時稼働させてる。現に麻生の父親も祖父も寺を建立するレベルの仏教原理主義者イコールイスラム側に落ちたか。アイズプロパガンダの一人。宮崎が商工会だもんな。原爆発言で叩かれて謝罪したあの宮崎な W。次回タイが三号ドンの時代交渉を急だな言ってたな。古文書調べると若くから小早川はマジである中で精神疾患がひどかったらしいからね。大体奥底の部分じゃ秀吉のことを言いように使われてよく思ってなかったから。まあその磯田が薩長士官なのかもしれんが。共産党って今の日本では一番独裁だものなあしょう。08年正月、竹中。景気は良くなったんです。下や、2008年4月、竹中。民営化した郵政はアメリカに出資せよ。2008年10月、竹中。そうですね。私も年初からこれから経済が本当に悪くなると言い続けてきましたな。やはりその通りになってしまいましたね。2008年12月22日、竹中。4月提案の民営化した日本を、実行なら損の可能性あったが今後も出資は考えるべき、竹中、日本郵政。世界二類を見ない300兆円もの資金を持っています。しかもこれはもう民営化されているので、アメリカから見れば安心して受け入れられるお金なんです。アメリカの金融機関に出資すれば、日本にとってもいろいろなノウハウを受け入れられるメリットがある。だから、民営化された郵政は、アメリカに投資した方が良いのです。上田、しかし、もしあの時日本郵政がアメリカに出資していたとしたら、その後の株価の暴落で大きなダメージを被っていたのでは？竹中、日本郵政があの時もし出資していれば、資本を大きく毀損された可能性は確かにあります。しかし長期的に見れば、やはり今後も日本郵政による出資は継続して考えていくべきでしょう。上田、なるほど。でも国民は大丈夫なのか、と心配しませんか？竹中、そこはもう、経営者の判断次第でしょう。逆に言えば、金融危機の前に郵政は出資をしなかったので、経営判断は正しかったことになる。だから市場の底根をちゃんと見極めて、良いタイミングで、相手にも感謝される方向で出資をすれば良いでしょう。周四を想像した。やめて。もうお前は江戸時代の最底辺の身分に生まれて、覆しようのない地主との格差があっても平等最高だな江戸幕府。って言っておけよ W。司馬太郎は徳川慶喜や土方歳三や河合家石助なんかの幕府方も主役で書いてるけどね。決めつけてる時点でダメ。そういう考えもあるってことを言わなければ偏った見方になる。福島出身なんだけど、山口出身の人にあると必ずこれ系の話してくるんだよね。今時明治維新の話する。どっちが正義とかさ。福島の人で今更そんなこと気にしてる人はいない。と言ってもいやいや、いつも福島から喧嘩売られるから言ってるんだ、ってすごんでくる。でもどう考えても山口の人から言ってくるわ。結局後ろめたいだけなんじゃないの？って言ったら超激怒するし面倒くさい。逆子って間抜けですよねとか言ってりゃいいのかな。物事には光と影があるのです。弱い曲の語なりけり、昭和維新の春の空、初代総理大臣の伊藤博文は、朝鮮人だからね。明治維新で朝鮮族軍に敗北した日本。その後もノウノウと日本人が統治してるとでも思ってたか？日本人よ、君たちはスイーツが W。仏教原理主義者は韓国や旧満州から日本に来て、坊主になって灰乗りしてる。武田のご名神に原虎種という人物がいますけどね。そのエピソードが泣けますね。全身が傷だらけの武将でね。まあ、一時宗教的なごたごたで信玄から離れ、北条家にお世話になってたんですが、その後武田家が帰ってきてくれ、という話になって北条家と武田家で奪い合いになってますね。
私は、腹と虎種が見れた理由は信玄が、ホモで腹と虎種にもケツが好き、と迫ったからだという仮説を立ててますけどね。最後は、武田家の武将として負け戦に赴いて討ち死にしてますがね。そのまま水戸部の武士道のような人物ですね。家族はヨーロッパの爵位でしょ。同時の先進国には普通にある。日本人って、根本的に頭が悪いだろ。理想のためにテロ、殺人、放火が許されるなら、連合責任も愛せよ。どうして坂本龍馬のテロは良くて、中核派のテロはダメなんです。答えて安倍ちゃん、俺は維新支持派だけどそういう点は許せないと思ってる。会津プロパガンダ発信しといて何をほざいてんだ？なら会津プロパガンダ止めさせろよ W。どう考えても、明治期はキムチ臭いし、靖国も変な呪いみたいなのが英霊にかかってるようにも見える。明治龍馬は止めた方が良いよ。多分、同じ過ちを繰り返さないためにも、アル中の原因が、豊臣だろ。まだ子供だった小早川に、ひどすぎなことしてる。薩長士官は嫌いだな。この記事は、左傾化がひどいね。スイーツはお前だろ。伊藤博文は日本人。お前がアンチキリストのチョン氏。なんでやねん。世界史の一面に彗星のごとく飛び出した近代日本を否定する気か？このハゲ野郎、それかと佐野豪氏に生まれて上氏に親が切り殺されても、平等だな豊かだなって言っとけよ W。反日本や反安倍に使われて合図は島やチョンみたいと言われるの悲しい。合図はダメかなもう。歴史から言えば、条件にも恵まれて、戦後、昭和後期が日本の最盛期だろ。泡沫の夢とはいえ、世界2位にもなれたわけだしな。平和で繁栄できた時代、故に今やノスタルジーだわな。妄想全開は楽しいですか？そもそも薩長士官なんかない。この原田よりは広告代理店出身の左翼。まさに天草四郎寺貞やキリシタン大名がその典型だろ？戦後に日本カトリックやラヒモトラキリスト教団が負の面を隠してご利用ししてたの。さらに、キリシタン弾圧の残虐無道さばかり強調して、そうなった経緯をまだと隠すのも、プロパガンダ連呼のアホ。次々に妄想と陰謀論が論破され発狂して、とコピペ爆撃のパヨスレお決まりのコースに入りつつあるな。文明は毎年ピークの更新だけどね。将棋界もテロリストでいいか？ W、新選組や見回組は暗殺集団 W、嘘をつくからさ。嘘つきと見えっぱりは、日本人は嫌いなのさ。今頃 OW、維新で作った薩長中心の新政府が何をしてきたか。太平洋戦争の敗北、その後の世界における日本の虐げられた立場、薩長のクソ連中の仕業だ。そして今の日本も、維新の志士と、連合責任の違いって何？結局、エタ否認クリエイターの皆さんが、素敵な物語で維新の志士を祭り上げてるか、いないかって違いだけじゃん。クリエイターの皆さんっていつもそれだ。お前は徳川幕府の官学が儒教だったことも知らないのか。幕府の幕臣なら儒教を学ぶことが出世コースでもあった。清も儒教、朝鮮も儒教、江戸の幕臣たちも儒教、かっこ、朱子学、多かっただろ。江戸では万社の獄で洋学者を弾圧して投獄したり殺したりして壊滅させ儒教を正当の学問としを守った。気に障りましたか？で、あなたは反日プロパガンダ？会津プロパガンダ？それとも両方？ W、薩長時だろ。明治にはキムチなんてないよ。アホ言うな。徳川は滅んでいない現在でも続いている。大政奉還、王政復古。尊王水戸藩の将軍。伊藤博文は朝鮮人だよ W。実家が朝鮮部落にあるので。何をもってして日本人と言ってるの？君は非論理的だよ。お前は長屋の親父と、勝手に俺のうんこを農家に売って金も受けしてんじゃねえとか言って喧嘩してろよ。白人を戦死めるために合図を利用するのをいい加減にやめてくれ。合図で白人や黒人は滅多に見ない。大東亜戦争は東北系が主役ですよ W。で、今の日本がどうしました？合図プロパガンダ君。よし、反薩長士官本買うぞ、これでいいですか？朝鮮半島はアンチキリスト国だったのに、なんで明治維新を起こした伊藤博文がちょんなんだ？お前がちょんなんだろ、赤穂浪士とかも、そうだよな、テロを賛美するゴキブリクリエイターに、怒りを禁じ得ない。薩長が日本をあの敗戦に導いて有史以来1500年続いてきた日本を滅ぼしたんだからな、今の日本に主権などない、アメリカの傀儡国家だ、もう取り返しがつかないわ、剣となんとかの儒教本にでも感化されたんじゃないの、儒教イコール悪みたいなやつ。日本という国家意識のない江戸幕府を倒して統一国家を作るしかなかったという意識が根付いてしまっている。西欧列強から見れば、無主の土地は自由に奪っていいという扱い。江戸幕府はインディアンと同類の原住民。明治政府の卑屈っぷりは想像を絶する。明治維新なんて文明破壊があったから GHQ に解放されてよかったわ。無主の土地、17世紀以降、無主の土地は法的概念を示し、欧州列強の植民地支配者は、欧州内の誰も主張していなかった空の領土を支配することができました。もちろん、これらの空の領土の大部分には人が住んでいたので、無主の土地の意味は文明社会のないとみなされた領域を含むようになった。米国は西部開拓地をマニフェストデスティニー実現のため無主の土地として扱っていたようだ。海外反応を聞きに不公平だよ。日本に開国を迫った黒船来航が海外で話題に、かっこ海外の反応。これってフェアじゃないよね。主権国家が鎖国を選んでいるのに、力ずくで国を開かせるってどうよ。世界はいつだって不公平だよ。強い国が望むものが全て、強い国の望み通りにするか。やられるかどちらかしかないね。力の強い国が日本を強制的に国際社会に参加させたようにも思えるね。中国が北朝鮮を国際社会に引きずり込もうとしているのと似てるよ。日本はイギリスが中国に対して言ったことを目にしたから、避けたかったようだと記事に書いてあるね。人権はどうなるんだろうね。
そしてその土地は？アメリカは尊重しているというけれどそうだろうか？19世紀のアメリカを知ればわかるよ。主権国家が鎖国を選択、あるいは取引国を選択したこと、他の国が干渉するってどういうこと？入札、カッコ、入れ札、などによる選出も行われる、入札、カッコ、入れ札選挙、といった方法で選ばれました。データベース、愛媛の記憶、生涯学習情報提供システム、愛媛県史、近世、下、カッコ、昭和62年2月28日発行、選手役と役座は入札、カッコ、選挙、によって選ばれた。伊藤博文の実家が朝鮮部落。それどこ？まさか鬼塚に騙されて、田伏とか言わないよね？で、君は何をもって朝鮮人だとしてるのかな？ W、ちなみに鬼塚こそ部落民だからな。実家竹細工職だから W、経済には60年前後のサイクルがある。1885年、1945年、2005年頃がそこで今は3回目の波に乗り出したところ。今度、数十年は日本は失業問題がないので超安定した国になる。左翼は、左長批判派の妨害してるのも同然。キムチ臭い症、歴史のことはよく分かんないけど、安倍政権に対する違和感は、ここから来てるんだな W、帝国陸軍は、幕末以来の日本の安全保障戦略の要たる対露対祖防衛に忠実に従っただけ。日本近代史の王道を歩んでる。デタラメやってたのは、帝国海軍だ。江戸時代まで、日本人のアイデンティティが、日本であったことはなく、日本を対象にした愛国心など、存在しなかった。日本人の帰結先は、藩であり、農地、商売ができる地元である地元である。強引に愛国心を作り出そうとして失敗したのだ。左長史観なのだろうと思う。小中学校での国旗掲揚、国歌斉唱は止めるべき。国家と地方自治体の歌を使うべきだし、国旗国歌を使うときは、国旗国歌を使うべき場所で使うべき。クリエイターは暴力を賛美する気違い集団、差別した方がいいよ。伊藤博文の旧姓は左右対称の林、だし、伊藤も、ただし、という朝鮮人がよく使う通名だしね。戦後自民党が米国に物言って行動できたかな？行動したのは日ソ交渉鳩山政権左アダレスの圧力で北方領土迷宮入り、日中国交正常化左アキッシンジャー激怒、核兵圧力にて政治的に抹殺、その後は、プラダ合意、金融ビッグバン、郵政民営化、そして TPP、その後もずっと年次改革要望書、民主党で亡くなったものの菅政権で復活、どうしても自民党ができるとは思えないが、米国に物言える中川も死んでしもうたが、TPP だけはダメ、日本の外需は、わずか 11% に過ぎない、それ以外は内需、日本は内需だけで経済を立て直せるくらい巨大な内需大国、TPP 参加は、外需のうちのほんのわずかな国際企業のみよりするもの、そんな不幸な格差社会にしようとしているのが経団連、国会議員と違って、経団連の連中は国民が直接審判を下せない組織だから立ちが悪い。政治家は政商どもの要求を国民の利益を盾に突っぱねるくらいの毅然さがないといけない。そんなバカなことしなくても、現代人は勉強して自分のやりたいことを目指せるだけマシじゃ。得た否認に生まれたお前は字も読めず虐げられ死んでいくだけの存在がお好みなマゾだな。おいおい発狂して英爆撃で正体隠せてねえぞ。もうちょい頑張れよ他欲。今でも徳川家がトップなら北朝鮮と同じだな W。高明天皇までは北朝で明治天皇からは南朝に変わったことも薩長史観では隠すんだよな。大河ドラマの宣伝だろ。あの敗戦って大東亜戦争だよね。主役は東北系ですよん W。薩長は日露までです。まさってますよ。君は捏造ばかりしてるから、朝鮮系なんだろうな。在日 W。あながち間違ってると言い切れない W。早くちょんと左翼皆殺しにしないとな。問題1。なぜ今、反、薩長史観、本がブームなのか。模範解答。長州イコール山口イコール安倍晋三。だから、そのバカのルーツを調べると、薩英、戦争で負けた薩摩が英国支配になり、英国人が日本を、英国ルールの小英国にしようと、英国が裏で、薩摩に最新兵器を与え、そして、長州をも取り入れ、そして、とうとう、薩長が日本を支配した。そこで、薩長のバックの英国が念願の英国ルールと同じ日本とするため、京都から天皇を借り出し、英国と同じような憲法の大日本国憲法を制定し、日本を完全英国ルール化とした。そして、それから、150年。安倍晋三の存在によるなかったことにする事件。現代の日本がダメになったのは、パクリの明治維新からじゃないのと、やっと、日本人が気がついたため。この記事はちょっと異常、あなたもね。明治政府時代は2回の経済恐慌と戦争で国民は死死類類。史実です。地方では多くの民が土地を接収されました。史実です。少なくとも明治政府に関しては過去の存在なので過剰に肯定し賛美するのは、愚か者のすることです。隠してるという明確な証拠は？ W、明治がなく茶平成が来ないんだよいい加減にしろよ。未来に目を向けて、岸信介も主役じゃん W。まあ日本も大東亜戦争の時の民衆の扱いも大概だったけどな W。失敗してないじゃん W。失敗作はあんた自身 W。良いクリエイターは、死んだクリエイターだけだ。明治維新を美化してきた。罪は重い。陸軍の中国において司令官レベルが勝手に言った事変事件が日本を敗北に導いたことを、理解しているのか？満州事変が政策なのか？日華事変が政策なのか？安倍のルーツは東北だよ。生まれ育ちは東京。本籍、選挙区が山口なだけ。お前、反日プロパガンダこじらせすぎだな W。しかし徳川慶喜って名君かもしれんな。無血会場の盾役者だし浪人してからも私は反乱分子にはなりませんよとばかりに遊び人を演じてた。
喫水の日本人のつもりである自称日本人愛国者さんたちが、朝鮮系日本人という指摘がされた途端、黙りこくってしまい、書き込みが止まってしまった。面白すぎるスレ W。たとえ言葉で表さなくとも、その態度で認めてしまったようです W。そもそも明治維新自体が捏造なのだろう。小説をネタにして作ったフィクションだね。情報源が極端に少ない頃は、それでも騙せたのだろう。豚のクソ東洋経済オンチラインの捏造ブーム W。誰が美化してんだよ W、 何が見えてんの？お前ら W。とはいえ東条英機なんか御前会議にも呼ばれなかったんだろ。どこまで主導したと言えるのかは微妙。山口県とかほとんど誰も知らない県だったのに、安倍のせいですげえ嫌なイメージがついた。朝鮮に近いせいで根血が進んで野蛮で無能になったんだろうな。北朝鮮の暴走で、追い詰められたパツバサのガス抜きすれ。いやそれ、日清日露の勝利で突き上がった数十年後の後輩どもがバカなことやっただけじゃん W。それは欧米も同じレベル W。もちろん肯定してるわけじゃない W。新選組や会津士官、負け犬の遠吠え。なるほど、お前は310万人が亡くなり、広大な領地が失い、莫大な財産が焼かれたことを失敗ではないと、言うのか？お前、売国奴だろ？クリエイターの皆さんが、維新の志士を英雄に祭り上げてきた。天皇崇拝及び日本崇拝、かっこ、中君愛国教は、その日本の新しき宗教であって、もちろん自発的に発生した現象ではない。20世紀の中君愛国という日本の宗教は、全く新たなものである。一般の人民はなおも仏教に対して愛情を抱いていたし、一般の祭礼も仏式であり、死者を葬るところも仏事であった。しかし支配階級はこのすべてを変えようとした。天皇は太陽女神の直系の子孫であり、彼自身は地上の生き神、かっこ、現神秋塚神、で、あって、自分の臣民に対して絶対的な忠誠を当然に要求できるものである、という神道の教義を主張した。神話と古代史と称するものが同一の書物に記載され、どちらにも同じようにあり得るべからだる奇跡が霊々しく出ている。年代記は明白に虚偽である。古代の天皇の口から出たという直後は、中国の古典から抜粋した寄せ集めである。日本国民は、その支配者の超自然的美徳にあやかるところがあって、武士道と称して、列島の国々には知られて、今井高尚なる騎士道によって特に秀でていると主張している。官僚階級があらん限りの力を、用いて組み立てようとしている思想の構造は、以上のごとくものである。日本呪物師、バジル・ホール・チェンバレン。だから、薩長士官を批判するのはいいが、旧幕府士官を持ち上げるのはないわ。負ければ賊。一時政府もそうだっただろ。勝てば与党の民主党、負ければ野党の自民党。選挙はすぐに間違いを正せるけどね W。天黒丸殺しは日本の一番のタブーだろ。共産党だって皇居でテロは絶対にしない。くっせえパヨ記事だな。みんな日本譜はなかったとかそういうチョン系の匂いを感じんぞい。イギリスなき家事も使ったんだよ。日本の官僚は自分たちには厚く、国民には薄くの国賊、泥棒、低民度集団。国連から最低保障年金も作るよう勧告。陽明学について触れないとまずいだろ。官学は朱子学だな。一般には陽明学が普及していた。菅学の朱子学も、陽明学の影響を受けていた。儒教であっても、日本は陽明学が主流だったところが、大陸とは大きく違う。カメラ好きだったんだよね。カメラを覆ってる姿を想像するとなんか可愛い。最近多いなと思って見出しパラパラ見ると目新しさなく社長の悪事をデフォルメした感じだったけど、これ売れてるの？安倍のルーツが東北ってソースくれ。下関にリトルプさんがある女、通用するのも当然だ。昔から勝てば官軍なんて言って庶民からはバカにされてたよね。歴史教科書に書かれてないだろ。歴史教科書には社長士官だけだからね。金正恩暗殺してもテロリスト扱いして叩くわけだな。W、だから勝って官軍になったわけじゃないって W、合図プロパガンダつ思考やばくないか。黒丸、実は日本は超重税、福祉超充実国家のスウェーデンよりも税負担が大きい、租税、社会保障負担率、日本 28.8%、スウェーデン 51.6%、この数字だけ見るからスウェーデンは重税国家と言われるが、ここから社会保障給付費や公財政支出教育費を差し引いた修正国民純負担率は、日本 14.0%、スウェーデン 11.9%、逆に日本の方が大きくなる。つまり払った額から返ってくる分を引くと、日本の方が負担が大きいのである。つまり、北欧の高福祉高負担、欧米の低福祉低負担、日本はその悪いところだけを合わせた低福祉高負担、暴力や戦争や革命を賛美する。それがクリエイターの皆さん。どうして平和主義のお話が作れないの？平和主義に恨みでもあるの？安倍は長州田伏の系譜を自慢してる長州人だしな、いつそんなこと言ったのか、見てくださいよ。この突然の止まり具合。完全に態度で自白してるじゃないですか W。まあ、気持ちはわかるな。でも、徳川慶喜だぜ W。お前みたいな奴のために会津地方も悪人呼ばわりなんだよ。江戸初期は神仏集合、後期はかなり朱子学が蔓延してしまったから、だいぶ違うよ。薩長の調略じゃないか？してないし、安倍は東京生まれ東京育ち。捏造好きだね。反日プロパガンダ。会津プロパガンダの君たちは W。将軍様がいて、大奥、喜びに、確かに似てるな。東北土人が明治三陸地震会津磐梯山大爆発昭和三陸地震で、八京市帝都でクーデターを起こし政治家の暗殺を頻発させた。その結果島事変が始まり大東亜戦争に突き進んだ。全部東北土人国賊会津のせいだよ W。どこよ、暴落の証拠資料は？W、英国は世界的な貿易の情報網から薩摩、
長州に朝鮮系日本人が多くいることをいち早く掴んでたんだよな。江戸時代って日本の歴史の中でも飛び抜けて貧相な体格だったんだから日本人の身体的には徳川が終わってよかったんじゃないか。中国大陸の奥深くまで侵攻する必要性と能力が日本帝国軍にあるわけがなかっただろ。日本の生命線である今でいうシーレーン、石油石炭鉄鉱石などの輸入ラインを守るために、陸軍は海岸線上の補給基地を保守に専念し、清濁をもって香港タイプの租借地を中国から譲渡させるようにすべきだった。明治維新の話より安倍批判大日本帝国批判になってる人は何？外国人とかですか？私は自民党支持だし、改憲賛成だな。明治新政府は嫌いだ。徳川自体がずっと天皇崇拝なんだから、明治天皇が倒幕命令出した時点で、終わってるんだよ。それが明治維新の要点。鬼畜薩長許すまじ。社会党も同じこと言ってたな。はっきり言ってたよな。この記事で言いたいことはこれに集約されると言っていい。それには薩長がテロリストであるという前提が必要になる。だが薩長には錦の御旗という正当性があるから、これを崩そうとしてるのが、この反薩長士官の本質である。鬼塚の受け売りだろ W。鬼塚自身が部落民なのも知らずにな W。徳川幕府が存続したら国の政治的トップを世襲して治めるわけだな W。それ北朝鮮じゃん。それ中世じゃん。クリエイターの皆さんが主人公に選ぶのは、いつもこれだ。軍人、不良、ヤクザ、維新の志士、武士、平和主義者に何か恨みでもあるんですか？人殺しを賛美して楽しい？だから嫌なんだよクリエイター。犯罪者の仲間だろう。どう見ても。勝てば官軍でやりたい放題したのが薩長。もちろん歴史も改ざんしまくり、長州朝鮮人が日本を乗っ取った証拠。奴らの墓は朝鮮式なんだわ。朝鮮式陵墓の例、かっこ、占領、明治天皇の墓、道、皇后の墓、大正天皇の墓、昭和天皇の墓、伊藤博文の墓、明治維新は朝鮮人革命。保守政党党首の桜井誠も、会津プロパガンダを否定してたな。150年恨むような奴は日本人と認めないと、藤田悟の幕末の天皇を読んだ方がいいと思う。シャープや東芝の創業者が近年の経営ミスを生んだわけじゃないように、大戦の敗因を維新まで遡るのは適切ではない。原虎胤という武将の名誉のために言っておきますが、武田滅亡のきっかけになった敗北には原虎胤は絡んでないからね。コム息を見ましたな。病死してますね。討ち死にしたのはその息子だったかな？まあそういう話は興味がある人は自分で調べてみてください。私の記憶では色々な説がごっちゃになってますね。福岡という地名にも歴史的なつながりがあるからね。上杉謙信の福岡一文字の福岡と同じ由来です。すべてはつながってるんですよ。武田も上杉も、黒田も原家もね。黒田家も出自がしっかりした家柄だからね。武田一族や上杉家はもう言うまでもありませんしね。どうせまた新刊だかの星一派じゃない？買わないよ誰も。円墳は朝鮮南海 W。まさにそれだな。薩長もやったんだから赤もテロをやっていいでしょ。って言いたいのが本音なんだろうな W。だが奴らには正当性はない。戦と白、勝てば官軍の薩長プロパガンダに今まで長年騙されてきたのが多くの日本人。ちくまの新刊だけど、維新史に兵学思想が与えた影響が描かれていて参考になる。韓国併合という狂気の沙汰をやらかしたからな。江戸幕府ならやらなかっただろう。全部、会津プロパガンダってやつに返する考え方もやばいだろ。ただのうよさよ論争と同じ構造になる。それだと肝心の明治維新以降の政策の偏りや失敗の解明や反省には引きつつながらないっていう。なら、薩長士官、などは造語だといくら言っても実はそれを志向してる。という構図になる。もともと尊王攘夷の元が、会津に仕えた山崎や三才だったし自業自得ってところもある。会津でベストセラーだよ W。星良一に白原だより白し。新会津、反日は左翼ばっかだよね W。あんたずっと朝鮮。朝鮮言ってるねさっきから。難しい話はわからんけど。廃藩置県で南部と津軽は分けて欲しかった。早く日州制になって欲しい。菊の御門を掲げた時にはすでに官軍だったんだろうけどさ。悪い奴らでも正当化されて認められるって言い回しだろ。ただ仕方なきゃ意味ないけどな W。2.26 事件の首謀者はほとんどが西日本出身の将校が起こしたんだが、なぜお前は歴史を捏造するの？格闘家、野球、サッカー、平和主義者に恨みがあるとしか思えない。なぜ？どうして？いつも暴力賛美してる。病気ですよ。あんたら。外国に隙を与えないスピード改革。神業だね。廃藩置県で変な暴動なかったのがすごい。65レスって W ネトサポ頑張りすぎ W。過労死するぞ W。だからその明治天皇が難聴になってることをちゃんと歴史の教科書で教えろよ。ずるいんだよ薩長の大日本帝国は。新政府軍は会津藩の戦死隊はすぐに埋葬を許さなかった。両親の腐乱して食いたいを見てた子孫の恨みはそう簡単に晴れるものじゃない。ただの円墳じゃなく国石の台の上に円球だね。キリスト教が日本から半島に伝わったように文化が日本から朝鮮半島にって流れもあるだろうな。見てくださいよ。この突然の止まり具合。完全に態度で自白してるじゃないですか W。無知なお前はまずは歌から学べや。外国を知らず。つまりは自国とよその際を知らない開国間もない我が万邦の国民に。朝日に匂う王家とか歌って教えるとこから始めなあかんかってんぞ。万世一系の天皇がおらして、我は海の子、四方界の手囲まれし、黒潮輝き、富士は日本一の山、知らず知らずや2000年北へ北へし山と魂、大君が頭を垂れる靖国神社、日本がどんな国か教えるところから入る。涙ぐましい努力をして今の日本がある、それを忘れるな。このハゲ野郎、調子に乗ってすんません。ならねえよ、会津プロパガンダは会津を独善的に正義、被害者にした WGIP で被害者商法だから。
その嘘は北越の資料を中心に嘘がバレた。会津プロパガンダってのは嘘がバレたから、プロパガンダだったんだと指摘されてんだぞ。誰かが金正恩暗殺してもちゃんとテロリスト扱いして叩けよ W。見てくださいよ。この突然の止まり具合。完全に態度で自白してるじゃないですか W。君は明治政府の問題点に何も気がついていないぞ。日清日露の問題点の一つが、日本が勝ったことにより、たくさんの司令官レベルの将が、男爵に列された。男爵になると、その家は未来永劫その家は国家から扶養される。つまり、戦争に勝つと出世するシステムが確立される。究極の天下りである。このシステムができたら、世界は第一次世界大戦以降緊張が緩和され、戦争は起こらない。この機に、満州で板垣石原が勝手に事変を起こすが、それを懲罰するどころか、出世させる。それ以降は、そのシステムに乗り遅れまいと幾多の事変事件が起こる。この家族、勝手な軍事行動を出世させてしまうシステムを作ったのは、明らかに薩長が作った、日本政府であり、非難されても仕方がない。恨みつらみで生きる会津を広めてるのは会津の観光業者だよ金になるからねしょう。職を失った武士の反乱は各地であったけどな、黒岳は詳細もあったからね。商売も上手な一族でね。朝鮮人のような詐欺商売じゃないですなね。筑紫餅も信玄餅も黒田プロデュースだった可能性があります。もしくは他の可能性としては、武田にも黒田にも一族が仕えていて原家が信玄餅や筑紫餅には、関与してる可能性があると思ってますなね。偶然の一致とは思えないからね、あれ。神社本庁すれと同じような感じ。さあさあ、会津が正義の被害者にではないと。バレた資料を音読しなさい、W。ああ、考えてみればそうだ。明治新政府はもともとキムチ臭いよ。陰謀論者は些細なつながりを妄想で膨らませてこじつけるそれを信じちゃう奴らもいる。見てくださいよ。この突然の止まり具合。完全に態度で自白してるじゃないですか W。東京裁判士官が戦後日本を軍事占領する米軍が戦前の日本を否定した士官だった。韓国を軍事占領する米軍が戦前の日本を否定する反日士官で、朝鮮人も洗脳。まだまだあるよ W。確かに墓の形がおかしいな。朝鮮式の変な形してる。サフとか飛脚とかムキムキだったらしいよ。暴力反対、平和主義、などを熱く語る漫画やアニメって存在しないよね。どうして、クリエイターは得た否認ですか？完全に態度で自白してるじゃないですか W。まだまだあるよ。日清までは良かったんじゃね。維新を批判するつもりないけどパワー殺法でやり遂げたからさ、ちょうど被害の班は、オラガ班も、敵に無茶な考えになって現広志社みたいなのもできた。なるほどなるほど、そういうことか。なんで今更明治維新に噛みつくんだろうと思ったらそういうことか。つまり他欲の抑えきれないテロへの欲求があらわになったてことか。完全に態度で自白してるじゃないですか W。さあさあさあ、そんなこと言う会津人は観光業者だけだよ。今の会津に必要なのは震災の復興だからな。アメリカでも南北戦争の禍根は未だに残っている。変に獅子が高身長なのは理由がある。幕末当時の日本人男性の平均身長 159cm、西郷隆盛 180cm、大久保利通 177cm、木戸高光 174cm、坂本龍馬173-179cm、坂本乙女 175cm、大隈重信 180cm。さあ音読しなさい、W。明らかな嘘を平気で書くな。南朝は室町時代、赤松氏に討伐され、以後見かけたものはない。つまり北朝しかないんだよ。俺も、若い時は維新側にシンパシーを感じたけど、今は幕府側だわ W。江戸時代に戻りたいなんてバカみたいなお花畑が巻いてるから仕方ないんだよ。さあ史実の会津を知ろう W。あれって千葉霊が作ったんじゃなくなかったか？そもそも維新で日本は大して変わってない。特権階級は残ったまま。GHQ による家族廃止。財閥解体に比べたら薩長政府のやったことなんて、へでもないよ。音読しなさい W。財閥勢力は、明治賛美したいだろうけどね。桜井誠さんもそうだけど。でもね。悪いものは悪いと言わなければ、また同じことの繰り返し。嘘は気分からまた広がってしまうんだよ。会津の人間は、朝鮮発馬さとは関係ないので、足からず、教科書暗記は昔からでしょ。伊藤博文と朝鮮人は関係ないと思います。今では全く関係ないことを朝鮮人と言いふらすのが仕事ですか？開国って移民受け入れとかぶるんだよな。明治維新を習った子供の頃から国売りってイメージしかない。でも歴史系漫画とか見るようになると龍馬がヒーローになっているのに違和感があった。なんでかって考えたらイギリスとの関係や都合の悪い部分が出てこないからだ。薩長士官の象徴である。家族と実体のない愛国心の教育。のうち、家族が亡くなったのだから。次は実体のない愛国心の教育の象徴である。地方自治体立の小中学校での国家斉唱。国旗掲揚を止めるべき。また捏造ブームですか？嫌感の話題そらしに必死なの？その後戦争に負けたんだから良いだろしつけえな。資料よもうねえ反日プロパガンダと。会津プロパガンダの君たち W。江戸幕府直轄の教学機関の聖道学問所では、陽明学が流行したため儒教、朱子学を聖学とし、陽明学の講義を禁止してる。陽明学を学んだ人物では大塩平八郎が有名だね。素晴らしい人物だったようだが結局、幕府の腐敗に巻き込まれ死んだ。坂本龍馬がいわゆる死の商人のエージェントだからな。身分制度は人材不足になるから幕府じゃ持たないな。まあ、家康が平和国家にしてしまったのが間違い。だよな、暴走して破滅を導いたクソシステムの数々って、ことごとく薩長の明治政府が作ってる。勘違いしているようだな、大隈重信の公式な身長は一切残ってないから。
佐賀藩の記録にもなぜか大隈重信の身長の記録だけは残ってないのです。180cm というのは大隈重信の自称なんですよ。もっとも、当時、すでに身長を高く見せるシークレットブーツは存在したらしいけどね。藩佐長士官って西家知能かと思ってたら、そうでもないのか。で、部落だったのが嬉しいの？明治維新。人権は大事。差別があると良くない。差別で自殺する人もいる。差別のない世界へ。でも日本の若年層の自殺はすごく多いんですな。差別をなくすから、こうなるんですよ実際は。いじめの原因が差別というのは、根本的に間違い。間違いだから、日本の若年層は自殺が多い。要は、江戸幕府を田舎者の長州薩摩にぶっ潰されたことを逆恨みする間抜けな関東人がいるってことですか？しかし当時を知ってる人間はないし今のアメリカは先進国なわけで不自由はない。21世紀になっても薩長と会津の溝はまだまだ深いな。史実の会津 W。明治天皇三朝以降は天智天皇陵モデルだそうだ。1300年前の天皇の陵墓。朝鮮半島は統一国家がまだなかったんじゃね？けどこん不思議だよな。人材ロンダリングでが進むと行き着くところは東南アジアな罠。それだけをとっても江戸幕府の方が支持できるわ。こうやって議論や意見交換の場を破壊して喜ぶのは、きっと何か得なことがあるんだろうな。まあ、リアルで死人出してきた西家知南座その程度の代物ってことだ。会津プロパガンダと反日プロパガンダが、掘り入れ続けてるんだよ。天に唾する行為。誰のおかげで白人どもと対等に口が聞けるんだよ。幕府寄りのドラマが近年にあったことと、ウィキーにより誰でも薩長の蛮行を知ることができる様になった。この辺が明治維新の見方が変わった一因かな。徳川家康も山岡宗八の小説が大ヒットによって完全ヒールの評価が一転したし、バカバカしい。薩長士官って言葉からして、バカさよ用語じゃん。戊辰の仇、戊辰の仇って西南戦争で富南藩から来た警察官が、田原坂の戦いで薩摩方に切り込んだってことになってるけど、これ書いた新聞記者は宮崎市内にずっといて、戦場見てないんだよね。要するにでっち上げ。新聞記者の名は犬飼武氏。後に統帥権甲板問題を鳩山一郎などと共に議会に持ち込み、議会政治を機能不全に追い込み、日本を滅亡寸前にまで追い込んだ張本人。結局、何時の時代も新聞記者はクズなんだよな。だから、もともと日本で一番キムチに近い土地柄だし、調べてみると色々トンスル出てくるんだ。アヘの希望出生率 1.8 とか WW。仕事人内閣 W。仕事をしたことなんかないだろ W。もう少しで2020年ですよおじいさん。小、太平洋戦争期の前ぐらいから、統帥権を利用しすべての権力を掌握したのが日本軍のエリートたち。奴らは、幕府側の子孫が圧倒的。幕府側の子孫が薩長から権力を奪った事実は重要。しかしあのエリートには武士道はなかった。明治150年を主導したのは薩長という主張には無理がある。大正時代までだな。反日プロパガンダ3、会津プロパガンダ3 W。99% の割合で外野だから W。パンピーの県民は思想に利用されて、両方とも迷惑してる。会津プロパガンダ、反日プロパガンダは永遠にあるよ W。反原発、平和主義、憲法改正反対とか言ってる。朝鮮発馬車の連中の母国の北朝鮮が、軍事独裁暴走、核兵器開発とかして矛盾でストレス溜まってんだろ W。わかりやすいじゃん W。まあ、都合のよく北朝鮮を美化してんだろうけどさ W。漫画で坂本龍馬が悪役で書かれてるのは見たことあるけど西郷隆盛が悪役で書かれてるの見たことない。ほんと世の中のザク感ときたらそれはもう凄まじいよな。勝てば官軍の薩長に都合のいい歴史観が薩長士官。図星じゃん。そんなわけないよ。日本人としてのアイデンティティはあった。秀吉も家康も新国日本としてキリスト教を排除しようとしてる。長州カルトは昔も今も悪いことばかりしてるね。ブームは作れる。結局あなたも安倍はちょんと言いたい人？日本の若年層の自殺はすごく多い。はい論破。差別をなくした結果。えらいことになった。エタヒニンヤンキー DQN がやりたい放題。しかしこの話題でうよさよ言ってるやつって何なんだろうな。反日プロパガンダさん。会津プロパガンダさん。創作じゃなくて資料を読もうね。今の繁栄は自民党の経済政策と GHQ のおかげ。明治維新の負の遺産をここまで乗り越えてきた自民党と GHQ には本当に頭が下がる。江戸の歴史前の話。貧農士官を見直す。かっこ講談社現代新書。佐藤恒夫プラス大石新三郎著。明治政府は役人の生活を守るために、国民に重税をかけた。そのために明治政府は、あえて江戸時代の貧農士官を捏造したのだ。戦後日本の高度経済成長を検証する。ナンバー3、日本経済が大きく躍進するきっかけとなったのは、外貨獲得ができるようになったからです。1、アメリカの援助と世界銀行の融資。2、朝鮮戦争、朝鮮特需。日本で自動車産業がしっかりと根付いたのは、職を失った元中島飛行機などの技術者が自動車産業に流入したり、朝鮮特需で工業企画が浸透してから、戦前の手工業、職人和田的な工業企画が JIS 制定や米軍の MIL スペック導入によって統一された。というのが朝鮮戦争における日本側のメリット。日本合板工業組合連合会、合板100年史の発刊。5. 進駐軍特需と朝鮮特需。点 5.2. 特需合板企画の制定。特需と経済復興、朝鮮特需と経済成長率。エピソード高校日本史、282-01。米軍や関係機関は、戦場に近い日本に、戦争に必要な物資やサービスを注文しました。朝鮮特需。1953年度の経済白書は特需あるがために日本の経済水準は上昇したのだが、
特需にすがりつかなければ立ってゆけないような歪んだ経済の姿に陥ったことは、むしろ特需の罪に数えなければならぬ、と述べている。朝鮮特需後の所得倍増計画を提唱した村修、ひまひまブログ2009-04、黒丸、アベノミクスと池田所得倍増計画、かっこ EJ 第3990号、特需と経済復興、かっこ朝鮮特需と経済成長率、明治は東北は津波もあんだよ、他県民なら知らんだろうがな。西郷隆盛を悪く言わないのは、明治期の江戸っ子が反薩長の象徴にしたから。これも時代の流れでしょうね。ここまで日本がなりすましの朝鮮人たちにめちゃくちゃにされたら、日本だけで立て直すというのは難しい。原家もついに世界デビューする日が来たということです。まあ、すでに学問の才能にも秀でている原家は原隆のように留学してる人もいっぱいいるけどね。日本だけにこだわると危険な時代になりつつある。私は自分の14年を朝鮮原始人たちに潰されてつくづくそう思いましたね。というわけで、私はアメリカ移民してアメリカで原家を名乗りますのでね。皆さん恩をあだで返さない日本人ならご協力くださいね。米沢富子さんにも心よくご協力いただけるとありがたいですね。L、完全に態度で自白してるじゃないですか W。単純に九州や長州あたりのやつってクズが多い。反日プロパガンダ、会津プロパガンダが左翼だからだろ。陸海軍はさ、ちょうど火が養殖を抑えてた。それと軍人を暴走させるクソシステムを作ったのは、さ、ちょうの明治政府って気づけろ。完全に態度で自白してるじゃないですか W。安倍周辺だけで盛り上がってそう。奈良時代から日本は朝鮮人の支配下にあるのに、明治維新なんてさまつな話に関わるバカばっか。完全に態度で自白してるじゃないですか W。意味がよくわかないのだが、日本が戦争に負けてよかったのか？あれだけの損害を出して、国が占領されて日本にとってよかったのか？お前は国賊だな。秀吉は皇室をすごく大事に凝ってたな。長州が未だに中枢に居座って日本を破壊してるからな。会津による長州人虐殺の資料、と会津の者から聞いたそうだ。ガセネタ、沖縄を中国領土にしたいんだろね？あんたは結局大日本帝国が許せないだけだよ。明治維新なんてどうでもよいんだろが、西郷隆盛を真面目に描いたら、倒幕活動以外は無能の評価になってしまうからな。それが薩長プロパガンダだよ。薩長が悪役の漫画やドラマはないだろ。反日プロパガンダ、会津プロパガンダは病気ですな。お大事に W、対等じゃねえよ。アメリカのスクールカースト、白人、黒人、メキシコ人、アジア系、どうして対等だと思うの？バカにされてるから原爆とか投下されたわけで、頼られて実力を発揮するタイプなんだろうな。それが薩長プロパガンダな理由は？そもそも薩長プロパガンダなんてないよ。あるのは反日プロパガンダと、会津プロパガンダですから。はい W、日露戦争で、戦費をドイツ帝国から借りてるだろ。江戸幕府もプロセイン公国、後のドイツ帝国に支援を受けていたから、日露戦争を超え、三国同盟、大戦末期には、江戸幕府からつながりがあった新ナチス派が台頭したのかもな。ネトサポの工作員でしょ。あいつら都合が悪くなるとかよくガーで押し切ろうとする。はい、幕臣の日記ですよ。会津プロパガンダさん、バカバカしくて答える気が起こらないだけだよ。石原、東条、米内、板垣征四郎、みんな東北だろう。制度の問題じゃないだろう。そもそもクリエイターって漫画やアニメ作る人だけなの？お前だったか。あと山本もそうだ。ネトサポガー W、1870からだな。帝国主義の反復、戦乱期の始まりってか。勘違い切腹も嘘でした。だからなんだって感じだな。歴史から学ぶってのはこういうことじゃないと思うんだ。完全にいつものパヨクスレの空気になったな。もはや会話不能、議論不能だから、真面目に語りたい人はさった方がいい。長州や薩摩や朝鮮系との根結があったんだよな。お前何も知らない無知野郎なんだな。会津藩の初代藩主がどういう人なのか知らないの？ラスト侍も明治は悪者だな。悪者っていうか、白人と売国奴が日本にちょっかい出して、良い白人が反抗してる構図だ。幕府側を悪役にしようとしても攻撃側ではなく守備側だから悪役ストーリーが作れないってのもある。しつけよ、荒らすな。学ぶんじゃなくて否定だからな。創作してまで捏造するから。原田伊織の参考文献見てみ。笑うよ W。奈良時代も百済とかに言いようにやられたけど武家政権になって政権は日本人が取り戻した。孫がフリーターと結婚するくらいですから。菅直とのことか。原発、避難者、10年、20年住めない、という発言は、菅騎兵隊内閣による大売れ、反同盟への攻撃か。菅首相の生まれは長州藩。政治、岡山県生まれ。長州育ちを自称する菅直と首相に居直られても、日本国民は唇を噛み締めるだけだ。ごくごく単純に歴史教育はいろんな観点からの考察も踏まえてほしいもんだね。秀吉はキリスト教を禁教にしていない。キリスト教に伴う日本への恫喝、奴隷売買に対して弾圧しただけ。弾圧後もキリスト教は続いていた。完全に禁教にしたハイエミツ。会津は日本の癌。差別だって、もう嘘でした。基地外維新軍は人類の敵だよ。人権が大事などという話、どうしてテロや戦争で幕府を攻撃するんですか？人権侵害です。市民平等、維新の志士が新しい貴族になっただけですね。平等はどこに？すべてが嘘、すべてがダブスタ、あらゆる意味で犯罪者、悪魔の維新軍、朝鮮献金7500万円、地震が起きてラッキー、彼のことは忘れない、こんなブーム知らん。ただ、会津プロパガンダ、反日プロパガンダはやめてほしいよね W、新国日本は言ってたよ、犬飼をノリマサの神様とかマスゴミ、ほざいてるけどさ、ノリマサぶっ壊した張本人なんだよ、明らかに、まあ嘘つきで仕上げ新聞記者を政治家にしてはいけないって話、またパヨクガーのネトサポ登場、バカだろお前。
江戸時代に時間は戻らないって言ってんだよハゲ。日本の近代化の礎を築いた大久保はすごい人物だよ。反社長とか低次元な話を抜きにしてな。明治政府との和平決定政府や市民に、テロしまくった旧幕軍はスルーですか？私の貼ってる資料を読みなさい。反日プロパガンダ、アイズプロパガンダの君、歴史を多面的に見るのはいいが、反日左翼的な雰囲気はキモいな。明治維新を、一体となって清志を粉砕した日本が怖いのか。日本の力を作法と歴史解体を目論む反日左翼しね。まあ今までが社長に都合のいい歴史教育しかやってなかったしな。今はネットでその闇も知ることができる様になった反動家と、アメリカでもコロンブスの評価が虐殺者に変わりつつあるしね。大体、そういう理解力もインテリジェンスも感じないレスな半島人っぽいんだよ。意味がよくわかないのだが、日本が戦争に負けてよかったのか？日本に民主主義が形の上でも根付いたのは、大東亜戦争に敗戦したから、もし勝利していたなら、北朝鮮か中国共産党のような抑圧的な国家となっていた。犠牲者が多く出たのは悲しむべきことだな。かといって、今民主主義の国となっているのは、敗戦したからこそ、中国軍の清野作戦そっくりな会津軍、人権の最も大事な要素として、人の命がありますよね。なぜ維新側は、人権思想を叫びながら、テロ攻撃を仕掛けてくるのですか？完全に人権侵害行為なんですけど、そんなこともわからない。理念なんてない犯罪テロ集団ですからね。暴力を使って権力欲しいだけ。また左翼側のネトサポ登場。少しでも社長士官を否定されると左翼側、反日があってお前アホだろ。うるせえバカ。イギリスの傀儡となって起こした明治維新。朝鮮と長州山口井広島の一体、毛利は、グルで売国している。政治家も芸能人もスポーツもその他もろもろ。その一体関連は優遇されて持ち上げられる。すごい遠回しな安倍政権、日本間に、への反逆だな。安倍晋三、安倍晋太郎、岸晋介の三代と岸の弟の佐藤栄作の祖先、佐藤家、も長州藩士の出だもんな。長州がやったことはもっと嫌われて叩かれていいし、薩摩も裏切ってるんだからもっと気質を警戒した方がいいよ。勝ったから官軍になっただけで、長州がやったことはお前らが嫌いなテロクーデターだぞ普通に。バテレン追放した時清国日本を持ち出してただろう。嘘つきだなお前。ネットでバレたのが、反日プロパガンダと会津プロパガンダの、嘘なんですけど W、全すべから安倍が、下痢蔵が自民党側だよバカ野郎。反町隆史、明治維新否定はネトウヨじゃないの？俺はネトウヨなんだけど、開国といったら現代の開国である移民受け入れやグローバルなワデブサヨじゃね？左翼衆が隠せないのはどうしても現政権と結びつけちゃうからだろうね W。勝ったから官軍になったんじゃないぞ W。旧幕も明治政府にクーデター起こしてるぜ。龍馬は竹中平蔵と同じだからな。日本は戦前から民主主義。本当に左翼の無知は底抜けだな。本当に朝鮮の話が大好きなんだなここの奴らは。明治維新について朝鮮人が語る前に、南北統一しろ。話はそれからだろ W。戦後の総理大臣で朝鮮人じゃなかったのは、田中角栄と渕恵三さんくらいなんだよね。小泉純一郎は、父親の鮫島純也が小泉家の養子になった時に日本国籍を取得したから、在日二世だね。あ、小泉純一郎って朝鮮銀行が破綻しそうになった時、数兆円の国税を朝鮮にあげてたよね。名古屋城は関西を睨む最強の軍事要塞。家康は真っ先に名古屋城を重視して整備した。幕末の時も名古屋城で抵抗して戦うこともできた。しかし名古屋城で応戦するということは、国を二分する全面戦争になるのは確実。有能は尾張藩はそこでバカなプライドで抵抗しても日本の未来に何のメリットもないことが分かっていた。国を二分する泥沼の内戦になって喜ぶのは誰か？欧米列強が植民地合戦してる時にそんなことしてる場合か？そんな内戦になった頃で欧米列強が加担してきて分断されて植民地支配されるのがオチ。禍根も残しまくって傷だらけになったのは間違いない。尾張藩が無益な戦争をしなかったから江戸幕府も無力化し、江戸城無血開城となって明治維新はスムースに行われた。名古屋城はその後の日本の歴史を大きく左右した重要な城だよ。徳川家がお花畑すぎたんだよ。鎖国って一国平和主義みたいなもんで何の後ろ盾もない危うい理想だからね。確かに徳川には同情する面もある。だけど、遅かれ早かれ、近代化の波が極東アジアに押し寄せてくるのは時間の問題だったし、幕藩体制から中央集権体制に移行したのは間違っていない。薩長がイギリスの傀儡になったのは事実だもんな。この不都合な事実を歴史教科書には絶対に載せようとしないのが薩長士官。末期の幕府の体たらくは確かにダメだと思うけど、それも朱子学が広がりすぎたせいだろう。薩長の調略じゃないのか？篤姫来たしね。新選組はそれでも美談だろ。岩倉朋美がフィクサーだよな。下級クネのドロドロした恨み。原田伊織が広告代理店の左翼だからな。どうせ天皇の国なんだから将軍だの大名だのは関係ないんだよな。日本としては何も変わってない。熱心だったのは会津の星名正幸だろう。そら、幕府は外国とは戦わず、外国と戦う藩を外国の命令で成敗しようとしてたわけだからな。とんでもない奴らだよ。売国奴の典型。それが合図だ。維新軍。西洋には人権というものがあって、進んだ仕組みだから取り入れた方がいい。え？俺たちの素晴らしい理想が理解できない輩がいる？叩き切ってやる。気違いでしょう。どうも見ても。でも、朝日を読んでホーステ見て共産民進支持なんだろ。完全な左翼じゃん。半藤一俊の寄稿は近年、サンデー毎日と福島民報に限定され、星良一を朝日新聞が買っているあたりから考えてみよう。合図による市民へのテロ、薩摩藩に朝鮮帰化人集落があり、朝鮮道理士が存在し、
朝鮮と密貿易をしていたことはあまり知られていない。朝鮮通り氏という職商自体、縄代川という地域に付随した職能集団から派生し、ある一人の人物の熱意が朝鮮通り氏という職を起こし、朝鮮通り氏の養成や継承が藩の全面的支援の下でなされた。そのため李家の継承者が代々通り氏を務めたことで歴代通り氏と呼ばれ、世襲的な通史制度が堅持された。また、藩の学問の伝道増士官行動での年2回の朝鮮語対談をはじめ、藩は異国方諸役の役人2名に朝鮮語学習のため縄代川に30日の長期に渡る出張を命じるなど藩長の力の入れようも伺われる。このように限られた状況資料から推察することになるが、これらの事情を勘案すると、朝鮮漂流漁船だけに対処する組織体制というより、それ、参考文献なんですか？脳内ですか？おい。慶応のクズ教授のすねは立たないのか？あいつは、学問の世界から放逐しろ、これ左翼な出版社に入り込んでるから明治維新以降の政府を叩こうとしている。じゃあグローバリズムを否定できないよな。黒船来航と開国って近代最初のグローバリズムの到来だし、かっこ、あと脅されて開国の要求を飲んだのはむしろ幕府で、そのせいでネトウヨみたいな攘夷派が過激になった。まあ実際に長州の末裔の安倍政権はグローバリズム推進派だけど、洗脳するような人間は、学問の世界には必要ない。クソジジイだよ、すでに虚偽と判明済み。あなたの断言はいつも嘘だし。怒りが収まらんよ。んなことはない W。大正デモクラシー習わなかった。民本主義も。民主化の下地はいくらでもある。アメリカに教えられたってのはお門違いだわ。あいつらのちょっかいで遅れたくらいが正しい。一番むちゃくちゃなのは会津の歴史だよ。星黒丸一なんて小説家にレイプされ荒らされまくったわ。指針がなかった点で、薩摩の大久保利通は偉大だと思う。俺は薩長の中の人物で大久保だけは認める。長州や薩摩の志士は貴家人。天皇を利用した維新の真実はこうだ。関ヶ原で負けた長州は対馬を通じて朝鮮との密貿易で藩を維持した。同様に、薩摩は琉球を通じててチャイナ及び朝鮮と密貿易していた。このため、薩摩藩の藩校では年に2回、朝鮮語のスピーチ大会が行われていた。そして、大久保利通の父親など朝鮮系貴家人が琉球間で通使として活躍。薩摩から情報への密輸品の輸送は、一旦、下関に集積したから薩摩藩と長州藩は密貿易では連携していた。ちなみにこの密輸品の瀬戸内海での、宇宙に輸送を担当していたのが安倍の先祖の一人である松岡洋介の生まれた海船問屋の今津屋。巨額の利益を得て大名が使用を行い、幕末には志士に資金提供していた。で、両藩は幕末にはイギリスとも密貿易を開始。オランダが幕府に密告してる。だから坂本龍馬が薩長を繋いだの嘘でもある。英国から薩摩が密輸した銃を長州に回したのは密貿易の通常業務。そして、密貿易の商品だった陶磁器のビジネスと通史を通じて朝鮮系貴家人の下級武士の存在をイギリスが知る。上位の世論操作をしてからテロを演出し、高杉晋作らの英国公使館焼き討ち事件を思い出してほしい。実は生麦事件もある意味やらせだった。なぜなら薩摩藩は生麦事件以前から上位などではなく藩内に英国人がいたからだ。イギリスと両藩が開戦、藩内クーデターを支援し朝鮮系貴家人下級武士に権力奪取させ、両藩を掌握。明治維新へ。これが真相。わかりやすいだろ W。リベラルな人権派弁護士のロベスピエールさんは、気に食わない奴を片っ端からギロチンにかけてたな。まったくだ。まあそうやって体制委任論持ち出してクネも直接処罰したのが松平定信だよね。西洋には人権というものがあって進んだ仕組みだから取り入れた方がいい。え？俺たちの素晴らしい理想が理解できないやからがいる？叩き切ってやる。明治維新の、維新の志士が気違いであることは2行で説明できる。彼らの理念は眉唾もの。人権侵害テロリスト、悪人。出典もつけずに真相とかW。アイズプロパガンダ、これはその通りかもしれんね。ただ同時に事実を指摘してる部分もあるね。反日プロパガンダ、この言い方だと薩長士官だと言われることに自分から賛成してるようなものだ。自分側が反日じゃない星側日本側だ。みたいな印象操作でもある。印象だけで済めばいいが。長州がやったことはお前らが嫌いなテロクーデターだぞ普通に。大河ドラマの花年湯で松陰の塾生たちが普通にテロ団にする演出してたな。実際江戸市中で人切りテロやりまくってたからアイシスと変わらん存在だったかもね。金子勝ですか？他にもいっぱいいますから、慶応義塾の嘘つき教授だけでは特定できない。明治維新を正義にしたいなら坂本龍馬をヒーローにするなよな。あいつが良くない。中身も良くないが顔がちょんだ。あれではちょんちょん言われても仕方ない。いつになったら資料出すんだよ。つまり、今の日本は朝鮮人に支配されてるってことか。わかりやすいね。江戸審査なんてしてるやついる？江戸っ子大虐殺で廃れた。マジレスすると、江戸審査は捏造されたとんでもネタ。誰も正義とか言ってませんが。反日プロパガンダ、会津プロパガンダによる、捏造が叩かれてるだけ。すべて嘘と言われ、あなたは反論もできなかったよね。根結があった割には小泉や安倍はヒトラーだというパヨ界隈という矛盾症。そうだね。御三家の水戸藩は飯直介にテロを仕掛けたよね。選挙制度がない時代、体制変換や政権交代は武力行使するしかない。正義も悪もあるかいだ。IS と全く同じだからな。欧州の資本家によって踊らされて植民地化した。誰が支配しようと構わんのだけど、幼稚な嘘がまかり通る国はダメ。反日プロパガンダ洗脳者はセコイですね W。ちょっと読んだけど、左翼臭がプンプンするんですけど W。やっぱり万人の目から見ても殺臭が悪徳なのか。だよな。
安倍憎しから出発してるからうよさよ論争になるのも必然だわ。歴史再検証したいだけなら現政権に結びつける必要ないだろ。日本は植民地化されてませんよ W。知性の悪用は認めない。あの慶応のジジイは月曜日には首にしなさい。必死だなとしか言いようがない。論理が飛躍と破綻を繰り返してて全く意味不明になってる。精神病院に入院した方がよろしいかと W。やってるのは会津でも観光業者ですよ金のためです。どこら辺が偽職 DE 倒幕と偽近畿だもんね。要するに、朝鮮人だから、同胞だから、朝鮮半島を植民地にしなかったんだろ。明治維新を反対側から見直すのはいい。しかし、明治維新体制が戦前の軍国主義をもたらして日本を破壊した、この辺の短絡的な文章が出てきた時点で臭くて読めなくなる。左翼臭がきつすぎて耐えられない。会津プロパガンダ洗脳者は時系列めちゃくちゃで、時空を飛び越えますから。はいはい、反証が出た話を再度出す嘘つきさん。反日朝鮮エベンキメディアが煽ってるからですよ。言わせんな恥ずかしい。山口県人が利権に固執して日本をダメにしてるからな。だって原田伊織は広告代理店出身の左翼だし W。明治維新の立役者は朝鮮人。それならわかりやすいんだよ。勝てば官軍の薩長士官が批判されると反日プロパガンダ側とは笑わせる。例えば誰？日本破壊工作の一環だろ。今の社会的な上位層に、妙に朝鮮にシンパシーを抱くグループがいることもこれで納得できる。明治維新は売りが半端にだ。こうですかわかりますん？なんだ原田伊織って、右翼みたいな左翼がいるんだな。朝廷が認めたものを偽だと言い張る。この辺りから福島民報う嘘が過ぎるわけだな。朝日はむしろ左翼を装った洗脳分断工作機関だ。戦争を起こしたのは朝日のバックについてる欧州資本の植民地計画だ。気な臭い感じが現政権とダブルね。あと薩摩と長州は頭悪い上位派かっこ反外主義者をクーデターに利用しただけ。薩摩の方が冷静で、貿易をやってた薩摩はこれからは海外とうまくやっていかないと相番立ち行かなくなると冷静で、当時世界最強のイギリスと手を組んだ。長州の方が頭が丸くて血の気の多いアホが多かったけど、坂本龍馬と西郷隆盛の冷静さのおかげで表面的には薩摩との昔の遺恨を水に流して手を組んで従った。全てが終わって政権を取った後で長州が薩摩を裏切って西郷を殺し勢力を弱体化させ、長州がイニシアチブを取った。以来この国では長州の血筋の官僚、名門が支配的で、結局は封建社会、武家社会の名残が色濃く続いてる。だから長州の連中には武士道なんてない。戦国時代の裏切り合ってた武士の性質には最も忠実だけど、だから徳川幕府は戦国時代気質が抜けない長州の血の気の多さと裏切り癖を警戒してた。なんで？朝鮮人ならわかりやすいよ。原田よりも左翼だしめ W。ダメなのは、稚拙な嘘をつくこと。考えることを邪魔すること。これだ、はこれからは、国は成り立ちませんよ。新選組勝利。俺は明治維新は仕方がなかったとは思う派な、ヒーロー化するのは違うぞ。坂本龍馬。あいつをヒーローの中から外せ。ブサイクなんだよ W。まさかとは思うけど、質の小相打つミートブラクミンが売ってる、ホルモン料理食ってるバカはいないよな。それはもともと食べない部位だぞ。もうね社長、ちょん認定して嫌悪感を抱かせる戦略はやめなさいとパヨクさんには声を大にして言いたい。お仲間の朝鮮人は傷ついてますよ。それでいいんですか？これやで、これすごく重要ですよ。社長は半島と近いから、キムチっぽくなるんだろう。稚拙な嘘は許さないし、知性の悪用も許さない。これを国是としなさい。嘘をつくなら、高津が見抜かれない嘘をつきなさい。それこそが、洗練された国家なんだし。明治維新によって中央集権になったことの何が問題なのか？どこの藩も薩摩みたいにイギリスに喧嘩売る度胸ないだろ W。第二次世界大戦の戦勝国士官も見直せ。要するに、本当のことは何なの？ってこと。アヘン戦争によって深刻ななし崩し的に侵略されていった。ロシアが南下政策によってエゾまで進出してきた。アメリカなどが捕鯨の寄港地が欲しくて海軍を派遣してきた。当に、日本は鎖国を維持できる様な状況ではなかったのだよ。そこに、幕府は戦わずして不平等条約を結んで西洋の属国になろうとしていたわけ。そこに立ち上がった西日本の諸藩に対しては、軍事力を行使して制圧しようとしたわけだ。全くもって日本を治めるべきアイデンティティを持ち合わせていなかったのが当時の幕府であり、欧米列強と戦って、日本を守った薩摩が、世界から日本を治めるべき真の名手として認められただけのことです。当時の英国海軍は、傍若無人で英国本土では批判されていたから、薩摩が英国を打ち破ったことは、英国本土で称賛された。その結果として、パリ万国博覧会では日本国のブースの出展を認められました。会津プロパガンダ、反日プロパガンダこそキムチですよ。星良一の会津プロパガンダを朝鮮人が大絶賛してましたよね。W、何でも良いが会津若松は関係ない関係ない範囲の人の今更恨むはずがない。大体会津で山口や鹿児島や高知の人に会うのは本当に稀。3冊ぐらい読んだけど、内容がすすきってないのが残念。高校野球こそが洗脳の成果だ。朝日のための金儲けの大会。酒豚も野球豚も元をたどれば同じだということだ。人々の意識を家畜、植民地化し金を動かすために存在する。安倍さんとは直接的に関係ないから問題ないだろ。稚拙な嘘をご利用しする奴らは、排除しなさい。美味しいのに W、何でも取り入れる、陸のシルクロード終点文化蓄積の地、それが日本、資料を用いて考えたら本当にな、どんな気持ちで身内を売ってるんだろうな W、主語がないぞ。明治の日本政府は、朝鮮は同胞だから日本国の予算を使って開発するために、併合した、
ってことだろうな。当時の日本人からしたらいい迷惑だと思うな。今の日本人からしてもだけど、統合失調症の陰謀論者ほど張り切ってレスするからめちゃくちゃになる。それは研究者がやることだろ。そんな時間はないよ。安倍は幕末の長州大好き人間。我が会津を反日利用するな。卑しい不貞先人どもが、安倍が原因なんじゃないかな。戦争法案と治安維持法の復活。この二つが大きいよね。お友達の利益だけを考えて戦争煽って、今度は九条解約して戦争準備。安倍は長州なんだよね。好戦的で野蛮な長州。長州をとっくに指定して外国人参政権を許可したらどうだろう。安倍のような悪人は逆実に落選するよね。成功すれば全国展開。本来とっくってこうやって使うものなのにね。高級焼肉ビールのためにあるんじゃないのに。別に明治維新がどうだろうとどうでもいい。昔のことだろ。これからどうするか。だ。人間社会は、すべて偽装で埋め尽くされてる。99% の人間が、ほぼ嘘を食わされて動かされてる。朝鮮同士はどうでもいいよ。日本人からしたら、反日プロパガンダ、会津プロパガンダが問題。朝廷から認められたという表示を、朝廷は認めたな、偽だと言い張るのだから。区長が朝日新聞賞、反薩長史家の陰謀論とかいうのが意味不明。薩長から見た解釈があれば、薩長以外から見た解釈もあるのは論理的に当然でしょ。それを排除していく社会をこれから構築していくわけ。ええ加減うよさよちょんから離れろっての。2010年頃に、安倍と田臥がいわゆるトランプ派に寝返ったから、これ抜きで情勢を見てるのハーホ、稚拙な嘘をチキンと排除していく社会をね。我が国は、これを国是とする。薩長イコール死を恐れないイコールホモ文化。江戸天領イコール享楽的イコールマンコ文化。九州南部、山口広島、意外だな東北も前者。三大都市に引き継がれたのが後者。これだよ。会津プロパガンダによる差別です。もう、見抜かれる嘘は必要ないんだよ。はいはい皆さんお疲れ様でした。日本人に不潔な生肉を食わせて食中毒かよ。祖国からもう帰ってくるなよ。会津プロパガンダによる差別。IS とは逆じゃね。明治維新ってある意味大化政策だから。世界に類を見ないのが、尊王攘夷と言っていたのがいつの間にか変わってること。高杉晋作の日記にも上海から帰国以後は、一回も攘夷っていう言葉が出てこなくなる。それまで品質してたのに、見抜かれた時点で負け。そういうルールですよ。明治維新を非難してるって、どういう勢力なんだろ。第一次産業革命によって工業は機械化による大量生産が始まり、イギリス、ドイツがどんどん経済的に爆発的に成長していった時代に、まだ江戸幕府は鎖国を続けてた。そのまま江戸時代が続いて、鎖国を続けていたら、経済的にも軍事的にも全く列強の侵略に立ち打ちできていないだろ。つまり会津の歴史見直しは否定されてしまいますな。原田さんの本を俺も読んだな。面白かった。ただ、あれを仕掛けた奴らがいるのも事実だろな。東洋経済ってこんなに幼稚なの？これも左翼グローバリズムの世界的凋落のパラダイムシフトの一環だろうね。安倍の凋落と同期している、河合圭司助とか、明治維新がどうだろうとどうでもいいんだよ。問題は、他人の知性の発達を邪魔する奴ら。そいつらをきちんと排除していく。さっきからテンプレで荒らしてんじゃねえよ。大きな視点がないから、方向が定まらない。明治維新なんか、どうでもいい。だが、本当のことは何なんだ？と関心を抱いた奴らが言論の自由を奪われないことが大切。ブロミニアグロ。だから、あの慶応のジジイは排除するんだよ。洗脳するような大学教授は、社会的に必要のない機能だ。ただでさえあれなスレだったのに、全スレで完全にただのパ欲の味演説会に変貌したな W。実は長州や薩摩の志士は非華人。江戸時代に生きる星一のどこが論理的なんだよバカ。そういうのもどうでもいい。時間がかかるってこと。宗派対立を巧みに利用する植民地統治は、アラウィー派を継承するアサド政権下で、あらゆることを個人が突き詰めることはできない。他人を信用できる社会を作らないと、国家そのものがパフォーマンスが落ちる。だからこそ、稚拙な嘘は許さない。実は明治維新は政官論、朝鮮併合、満州建国、開戦と繋がっていた。それは、朱子学、儒家神道などを推進し明治維新を起こした薩長の下級武士は貴家人だったからだ。彼らは、北部中国、半島、日本にまたなる大高麗または大漢の復活を一貫して目指している。そして、今も薩長支配は復活しつつある。麻生は大久保利通子孫。安倍は、岸の子孫。彼らは、集団的自衛権や日韓トンネルで大高麗復活を目指している。大韓半島高派の戦闘奏者が、漢民族光栄だなんて、金井院は本で、日本総理の靖国神社参拝を席、江戸に勤めてる幕閣幕臣の方がはるかに優秀だからな。優秀な上に過激主義にも染まってないし、大きな、大方針の政治家たちが示せないのが、我が国の政治の根本問題。北朝鮮の奴らの方が優秀だよ。朱子学、儒家神道を盛んにしたのは星名正幸だろう。この文を書いた武田鏡村って人が東洋経済から本を出したもので、未だって沖縄以外は昔と変わらず一個なんだから問題ないよ。なぜ英国が薩長を支援したかというと、当時の英国海軍の傍若無人な侵略は、英国本土では非難の対象になっていたから、その英国海軍を打ち負かした薩摩が戦った長州は、英国では称賛されたわけ。だから、英国海軍と戦った薩長が英国と親密な関係を築くことになった。アホの合図にはそれがわからんのです。政治的なリーダーがリーダー足りえていない。プーチンに山口県民が涙流しながら日の丸を振ってた。北方領土を明け渡して何が嬉しいのかわからん。卑しい土人、歓迎しないと、相手の心は動かないだろ。
社長、ソース不明のチョン認定して勝ち誇ってる他力は一体何なんだろうか。同胞を出しにして批判をするなんて心は痛まないのだろうか。とにかく、稚拙な嘘を許す社会はダメ。嘘をつくなら見抜かれない嘘をつかなきゃ。そしてそれは難しいんだよ。正直、他力が出てきた方が嬉しい。たくさん馬鹿にできるからである。問題は江戸時代、徳川士官粉砕、真田士官復興、すっごい、徳川幕府は朝鮮人に乗っ取られていてマルクスより先に共産主義を作ったんだね。星11派の政治家以下も一緒に総括が必要だと思うなあしょう。稚拙な嘘しかつかないから、暴力を持ち出してくるんだよ。そういうのは、これからはダメ。アイズワトンキンに裏切られ社長に打ち捨てられた。男系維持とは長州藩の志士イコールテロリストが幕末の天皇高明を殺した後、二枚だ、睦人の血統維持を言います W。それ以前は関係ない W なぜなら万世一系とは捏造のファンタジーだから W。適応障害？社長傀儡天皇家の女帝候補の愛子さん他の生徒の足を引っ張る。金城天皇を演じる秋人さんに職業選択の自由を与えてあげて。天皇殺した社長軍事クーデター明治政権以来の現日本史名。金城天皇。幕末長州藩のテロリストに謀殺された高明天皇霊災取りやめ。現皇室捏造した長州テロリスト直系日本官に女性三宅に発表かっこ笑い。明治維新は長州テロリストが幕末の高明天皇を殺害したところから始まります。知性の悪用もダメ。しかるべき立場の人たちが知性を悪用したら一発でアウトにする。オラ出てこいやハゲ野郎と馬殺しの毛みたいにむしってやんぜ。お前らが愚かな判断と叩いてる合図の方が最後まで忠義を貫くという武士道に忠実だったのと、保守派で官軍側のテロクーデター暴力革命を否定して抵抗した側であるという皮肉な事実。まさに勝てば官軍、負ければ俗軍でしかない。当時の明治に変わったばかりの江戸の庶民が背けた合図に同情的で暴力的な粗暴横暴な官軍を嫌って、公団などで会津藩士の滅びる区武士道や白虎隊が人気だったのもそれが理由だし、日本官には儒教的な上下関係思想や武士道だの日本的な道徳心の美しさだのを唱えるけど、裏切りと暴落と暴力革命による反逆、下克上が大好きで狡猾な長州にはそれはなくて、日本的な上下関係の忠義心の美しさを貫いたが、故に滅んでしまったのは会津という皮肉。ついでに、薩長がテロを煽って利用した攘夷派、反外主義は鎖国支持者だったという矛盾。薩長は反外主義感情を利用して、実際には鎖国なんてする気はなかった。おかげで海洋貿易立国って坂本龍馬と薩摩の思想が今の日本のベースを作ったわけだな。それすら長州は龍馬と西郷隆盛が死んだ後で他者のアイデアを横から奪っただけだし、基本的に長州はずる賢くて暴力的な戦国時代の毛利の気質をそのまま受け継いでる。日韓トンネルは韓国関係者も推薦してるだろうが、士官があったとしても薩長っていうよりもどう考えても水戸だし、さらに遡るなら山崎や三才とかだろうよ。なぜ今反町隆史に見えた。まあ徳川が勝ってたら幕府側を批判してるんだろうな。君みたいのは気づいてないけど、宮沢賢治もネトウヨやってたんだぜ。注文の多い料理店という話の中で、欧米化で騙された日本人が、最後は食われちゃう話をやってる。一番騙されたのはネトウヨなんだけどな。薩長叩き隊だけの左翼本、こういう大方針を徹底しなきゃ、我が国は洗練されませんよ。嘘が満ち溢れているのが人間の社会なんだというのと、稚拙な嘘をご利用しするしかできないのは、似て非なることなんだよ。意味不明なことを連呼してる糖質に陰謀論者に他欲が入り乱れてカオスなすれになっとる。これが反日の慣れの果てか、なんだここ、キモ。歴史ってコロコロ変わるんだな。面白い。お前って渋沢栄一も長州とか思ってそう。あれ一橋だからね。ほんと、そのバカ切りの目先のことしか見ない奴らばかりで、大方針がない。明治を否定したいやからだろ。日韓併合とか、薩長を正当化し、薩長のテロリズムを全く教えないのが薩長士官。はじめはお前か、俺みたいな奴はそんなこと気がつくわけないで、ビリビリビリー毛をむしった音。次のハゲはドイツだ。どんどん舞い上がれ。安倍内閣打倒のために被災地でもある合図を利用すんのやめてくれ。復興に忙しいんだよ、わかってる。その頃の朝鮮は未開の地。日本を江戸時代まで戻せばいいんだよ。この家畜奴隷島は実験台であり植民地だ。お前らは日々遺伝子組み換え添加物で腫瘍細胞化する。朝鮮人は、これだから日本以下なわけ。どこがだよ、お前の妄想だよ。もし本当に幕府や列藩同盟が反日売国奴だとしたら徳川家幕臣東北大名皆断種されてもおかしくないんだけど、その割には穏便に済ませたな。宮沢賢治、国中会、右翼団体、注文の多い料理店は、日本が欧米化して、食われちゃう偶は。右翼は騙されて悲しかったのだろうね。朝鮮人的な、稚拙な国はもういらないんだよ。司馬遼太郎のプロパガンダに異に唱える奴が増えた結果、見抜かれる稚拙な嘘はもういらない。だから、安倍もあそこまで追い詰められてるんだろ。マセソンボーイズに作られたのが保守勢力なんだから、明治進行の保守やネトウヨは外国の操り人形だってことだよ。安倍なんか、首相としては何があれ？手暗い子供っぽい。紀州、李州はあっさり標準したからね。お前はもうハゲてるんじゃ、出てくんな。共産党の宮沢賢治君は殺人者なんじゃ、首相にまで上り詰めても、責任を担う自覚がないと思うなら、やめなきゃ。それが最低限でしょ。それ東京の話じゃないか。会津関係ないだろう。旧会津藩は青森に行ったんだよ。今の会津は関係ない。テレビ東京とか会津でも見せてみろよ。トンキンね、一言一言が他者の生活に深く重い影響を与える近くに乏しいんだよね。腹が立つので誤字が多いな。俺、むしろ英国海軍と戦わずして英国領日本の領主として生き残ろうとした操り人形のクズな幕府だったの。
英国と戦った薩長、成敗するーとかやってたわけだからな。本当にどうしようもない。慶応のあのクソジジイの件で、はっきりわかったけど、我が国は腐ってる。あのジジイを首にするのは当然だな。それだけでは全くダメ。なぜも何も安倍ちゃんがあまりに頭が悪いからでしょ。山口県民がズルをして日本を支配してきた現状をバレバレにしてしまった。明治維新は、よくやったと思うよね。いろいろあってもさ。朝鮮人により視点ずらし陰謀である。明治維新は混乱に乗じて密入国した主に朝鮮人による日本革命だ。でないと天皇との結びつきを証明できない。まあ、もう散々出尽くしてるから違う視点で手当たりの新鮮さが受けてるのかな。内容が貧困ならすぐ廃れるだろうけど。合図が許さないから長州が利用されると予想する。対立構造として使いやすいんだと思うな。まあ今の上級国民につながるしね。江戸幕府が生き残っていたら、また別のお国柄ができたんだろうけど。尊王攘夷を煽って幕政混乱させたのは、御三家の水戸だよ。井伊直弼殺したのも水戸老氏。とにかく、スピーディに動かなきゃ。問題が山積みなんだよ。銀魂を参考にしよう。それまでの文化をぶっ壊した。合図こそ正当化してる。萩氏との和解を未だ正式に受け入れない。幕府は新政府に製鉄所の金を押し付けたとも言えるが、新政府は製鉄所運用してたんだから付けとは言えないし、薩摩や長州はイギリスとかの敗戦時の賠償金を幕府に押し付けたからな。幕府に押し付けた借金ごまかすために倒幕に持ち込んだだけじゃないの？そりゃ、そうだろ。エタヒ人軍は優秀な奴も多い。大学教授、議員、裁判官、など、エタヒ人が入り込んで悪さをしてる。豊田真由子なんかも経歴は立派だな。人格を伴わない。どうしようもないでしょ。プーチンの心全く動いてないけど。W、ぶっちゃけ、明治維新の嘘を暴いても、社会的な混乱はないよ。問題は、リアルタイムで稚拙な嘘をつく奴らをかばう奴らがいること。そういうのは、今後は排除する。たられば本の世界だな。まあレバニラ炒め定食を食べて落ち着こうや。大人、いい国策を鎌倉幕府。子供、かっこ、俺の親ってバカじゃね？もう最悪。そのやり方ではダメなんだろうね。トライアンドエラーだな。明治維新を否定するということは天皇を否定することだからね。徳川幕府が続けば、庶民が知らない天皇家が細々と続くだけ。いや、天皇を否定しても構わない。ただしその時は、我が国の背骨みたいなものを失う。安倍と明治維新の何が関係あるんだよ？会津アンチが湧くからやめろ。ちゃんらん、そう言っても、神仏分離や朱子学の奨励なんて反祖星名正幸がやってるのにさ、全部薩長士官にする方がむしろ自虐的。そういやその朝鮮の外交施設だったかな。江戸時代に通信使として日本に来て、日本の都市はどこでも朝鮮の都より栄えてるし、江戸や大阪は南京より綺麗だと、清の皇帝は日本には富を与えるのに、朝鮮には何もしてくれない。嫉妬でトンするを焼け酒して、いつか攻め滅ぼす夢でも見ようって日記に残したの。チョンはいつでもチョンってよくわかるわ W。日の丸の振り方変えるとかそういう話？ W、つまり、幕府に力がなかったってだけの話だ。だから変わるべくして変わった。支配とか統治のために朱子学が都合よかった。そんだけだろ。当時の支配層の価値観ではそうなったというだけ。今は、あんな幼稚なものは誰も受け入れないよ。やっぱり、いろいろ変わってきたんだよ。安倍がいつまでも権力の座に居座ってるから流行ってる W。大げさな陰謀論の本が流行る理由なんてそんなもん。一人で腹切りしてろしょう。それは関係ない。水戸は徳川慶喜の家系だから慶喜が黒幕ってこと？それやったのが会津だろう。司馬遼太郎が悪い。16世紀の骨董品の大砲で最新式の大砲を積んだイギリス艦隊を追っ払った。薩摩の功績は大きいよ。あれで日本はちょろくないという印象が欧米に芽生えた。西郷隆盛、かっこ、岩井2018年度大河主演。その伝説と史実、伝説、コロン、比類なき態度量、大姿勢の人。誰もがその多めに引き込まれ敬愛した。史実、コロン、実際にあった人の証言、偏狂であった。人の悪口が多い。人望を得ようと計算している。伝説、コロン、老いの体を上げもそ、と西南戦争を決起。史実、コロン、玉砕の5日前に、自分だけ政府軍に除名嘆願に嫌拒否られている。伝説、コロン、進むどん、ここらでよか、と潔く自決。史実、コロン、玉砕当日城山の洞窟から逃走耳焼きりの年明けに見つかり射殺された。伝説、コロン、製品、高血、質素な食事。史実、コロン、政府からの給金が現在価値で月2000万円。年収2億4000万円の超高級公務員。豚の霜降り肉の食べ過ぎで超肥満に。伝説、コロン、自宅は雨漏りするボロ屋。史実、コロン、1100坪の超大豪邸に暮らす。使用人20人、飼い犬20匹。伝説、コロン、子孫のために美弁を買わず、西郷家家訓。史実、コロン、西郷一族で東京ドーム117個分の土地を買い占め。伝説、コロン、小さく叩けば小さく響き、大きく叩けば大きく響く、坂本龍馬による西郷表。史実、コロン、勝海舟による捜索。伝説、コロン、幕府から指名手配された親友月照を不憫に重い心中を試みる。史実、コロン、判明により、新規などなかった月照を海に突き落として殺害。伝説、コロン、江戸総攻撃を中止させ江戸100万人を救う。史実、コロン、そもそも総攻撃を主張していたのが西郷本人だった。総攻撃に反対する英国大使パークスの圧力により断念。伝説、コロン、道義を貫き通した虚勢。史実、コロン、老子を雇い、江戸で放火、略奪、強姦、卑劣の限りを尽くし幕府を挑発。伝説、コロン、西郷薩摩藩は、江戸薩摩藩邸を焼き打ちした庄内藩を許し、度量の大きさを見せる。史実、コロン、庄内藩の薩摩藩邸焼き打ちは、
江戸騒乱の黒幕が薩摩藩であると知った上での報復であった。西郷が庄内の罪を問うと、そもそも論で自分の蛮行も表沙汰になるため庄内藩を不問に付す。明治維新というか薩長でしょ。政治の中心に薩長関係者が極端に多いのが、安倍を中心として現代の今も続いている、田中正源とかは、会津のアイデンティティがあるが、そういう人は少数派だよね。一君万民なんてインチキを作り、薩長を中心とした特権階級を頂点にした階層を変えなければ日本はダメになる。中央集権を地方分権へするべきだ。信濃朝鮮も、日本からの使節団を町まで、かっこ、入れなかったそうですね。負けてるから、それは、ずっと前からみんな思ってる。思うんだけど、薩摩、長州と西内の藩って人気ないよな。伝説、コロン、上の戦争後には自分の役割は終わったと自ら故郷に隠遁。史実、コロン、大村益次郎が西郷に代わって上の戦争を指揮。右や、一日で将棋隊を総統。面目を失った西郷は政府を離れる。右や、大村が暗殺されると政府に戻る。伝説、コロン、大久保利通とは幼少時からの親友。大久保家が困窮した時期、利通少年は西郷家で食事を取らせてもらっていた。史実、コロン、同じ町内の顔見知り程度で、個人的な付き合いは一切なし。親しくなったのは青年期以降に正正しみで一緒になってから。伝説、コロン、大久保利通による西郷暗殺指令。史実、コロン、鹿児島士族が政府の密偵を凄惨な拷問にかけて自白を強要しており、信憑性なし。伝説、コロン、奄美人を大切にした西郷さん。史実、コロン、子供を二人産ませた奄美の妻アイカナを捨てる。窮地の奄美人たちを西南の役に強制従軍民や死亡。伝説、コロン、西郷さんは、正観論、ではなく、嫌観論。西郷さんはあくまで隣国に礼儀を尽くそうとしていただけ。史実、コロン、西郷が板垣大助に関半島出兵の算段を相談している。部下の有馬東太には関半島制圧後の統治プランを指示している。伝説、コロン、鹿児島市学校では西郷さん自ら若者たちに敬天愛人思想を講義。史実、コロン、当時の生徒の証言、西郷さんが私学校で講義したことは一回もありませんでした。伝説、コロン、西郷南周井君、西郷の教え41条。史実、コロン、東北庄内人による創作。伝説、コロン、民百姓にも慕われた西郷どん。史実、コロン、鹿児島で西郷さんが外出するときは、地上での土下座では恐れ多いと、百姓たちを道の脇溝に飛び込ませ自ら首だけ出して出迎えさせた。西南戦争では、百姓たちは木の上から見物。西郷軍兵士が死ぬと身ぐるみを剥ぎ、うる、背骨じゃねえよ。喉に引っかかっている魚の小骨みたいなもん。取れたらすっきりして本当の民主主義が実現できる。愚話を真に受けるぐ。だが、現実問題として、東京などの大都市に暮らす人たちと、地方のどこかに暮らす人たちの意識はまるで別物なんだよな。日本列島は神様が棒でくるくるして作ったという神話ならともかく、薩長は神様的なプロパガンダは、現代じゃさすがに無理があったわけで、歴史の連続性という意味では背骨。君ではその重さは担えない。世界の美意識はこんなに言った。一人の女性を20カ国以上でフォトショップ加工、画像。安倍、草加公明、フジテレビ、韓流、ここらのつながりはわかりやすいだろう。天皇は確実にすり替えられた傀儡であり朝鮮半島の白木一族だ。仮に、すり替えられなくても、天皇は元々が大陸からの移民であり大和朝廷は侵略者一族だ。読み上げ終わり。今回は、幕末維新の謎、第9回、全27回、でした。YouTube ひじくろチャンネル、また次回。